はい、こんばんは。1週間ぶりですね。コメントが。今日はですね、まあ、はじめさんね、今までね、その当日、ギリギリになって休みでした、もしくは忘れてましたっていう放送がね、イルカのあれすごいね、躍動感っていうの、そうっていうのがあったんです、多かったんですけれども、今回は届けつと言いますか、あらかじめね体調崩してるらしくて、一人で、もしくは乱入者をね期待して放送しようかなと思うんですけれども、まあ CM 入る前にね、誰か希望があれば LINE しとくので、じゃんじゃんコメントしてくださいってことで、ゆずぽん8本来てないな。これってどっちも出れないときどうするの？それね、どっちも出れないときがあったっけな。二人とも忘れてる日があった気はします。その時はニコ生の人からすごく連絡が来る。大丈夫ですか？どうなってますか？なんてことですか？みたいな、すごいいっぱい来るけど、大体俺しっかりしてるんで、なんとかはしてます。はじめさんどうか お大事に。でも忘れることがねあんまりない。夕方にね LINE を送ってもらえるから、今日のね今日こうですみたいなのやってもらえるから大丈夫なんですよ。で今日は何について話そうかなと思うんですけれども、総選挙分かります？ブレスルシエル来てくださってる女の子に分かると思うんですけれども、総選挙が終わりました。背景に対するコメントやめてもらっていいですかね。すごい水しぶきいてね、お店の子来るってことは、そう、総選挙っていう人気投票が毎年恒例で、ネオンのグループ恒例で、ネオン、ブレス、ルシエルっていうお店をね3店舗共通で毎回投票してるんですけれども、毎年その結果が出ました、この間どちらと思いますか？どうだった？そう、それにね、またね、飾ってくるんですけれども、25日、今月の25日、今日が28日なんで、ちょっと前に締め日も終わりました。ルシエルの締め日、ブレスの締め日っていうのは、毎月25日になります。このね、締め日の結果も出たということでね、じゃあもう、リスナーさんにね、ネタバラしようかな。うまくいったら今日ね、かなたくん、つかさくんが、また来てくれるんですけれども、すごいバチバチな二人なんですよ。ネタバレしますと、かなたくん。かなたくんは、先月、ブレスでナンバー3になりました。見事。つかさくん、ナンバー6になっちゃいました。すごい戦った後で、ちょっと惜しくも負けて6になってしまいました。かたやね、総選挙。つかさくん、ナンバー10に入りました。かなたくん。絶対負けたくないので13位でしたっていうね、面白い争いがあって、それをね今日討論したいなと思って、はじめさん優しいなって、このために風邪ひいてくれたんだろうなと思うんですけれども、そう、それはねうまくいって2人が来てくれたら、そんな感じのねバチバチ感もね やろうかなと思うんですけれども、ちょっと待ってね、かなたから電話が来たんで、もしもし、うん、ニコ生してるよ。うん、あと司も連れてきてよ。うん、じゃあマネージャーに言っといて、うん、司も来てって、うん、待ってるよ。はい、今
今どこいるんですかって言われてる。いや間に合うでしょ、あのどっかのね、代表さんとは違うから間に合うはずです。水しぶきが花火みたいになって綺麗だねこれね。いい公的公的種だな。そうだね、そう。じゃあちょっと暇なんでリスナーさんにクイズ出しますね。ほい、まあ映るように俺うまい具合に映るんだ。下半身が透けてる俺の変化どうですか。変化どこでしょう。ヒント、今日はゆずきも透けてる。そうね、ヒントは分からない。一応髪は切りました。でもそれ以外、髪は切ったし染めました。それ以外、髪が銀に、そう、髪もそうだし髪色もそうだし髪の長さもそうだし、それ以外で何かありますか。ニコ生のねリスナーさんね、分かると信じています。ん、あ、いい感じのハテナなしでお願いしたいな。そのどこどこと。正解がジョコジョコと出てきました。これね、これ変わりました。それだけ。そう、スマホケースがねカメラになったんですよ。わざわざ海外から発注してこれ頼んだんですよ。すごい俺の下半身にイルカが歩いてる。可愛くないですかこれ。本格的な、いつもぶら下げてます。ぶら下げないと女の子からのあれにできない、出れないので。痩せたって、痩せたって嬉しいね。いくらしたの。いやもうあれ国際なん、国際なんとか郵送っていうのが高いね。今ね、カナタたちが来るまでにあと多分10分ぐらいかかると思うんだけど、その間にコメントをじゃんじゃん拾って、広げていきます。だからコメントをいっぱいください。質問系の郵送費の方が高そう。それのなのかな、騙されたかな。女今日の目覚ましは佐川急便の人でした。代表ちゃんと見てるよ。代表先週の放送を見てくれてなかったですからね。見てるよって、あの人やっぱホストだなと思って、なんかこんな感じでこんな感じで、楽しかったよみたいに言ってくれたんですけど、俺は騙されないから。先週放送ね、スノーでね、アプリのスノーで放送してるでしょ。それをね全然出てこなかったから。あ、そうだった、あれ面白かった。好評、好評だったのかなあれな。代表見てるよって本当に見てくれてると思うんですけど、代表に対するコメントがすごく多いです。ってことはそろそろ代表出てください。あの放送見てやっとスノーダウンロードしてよ。早くしてよ。初めは風邪でらしいです。体調が悪いらしいですよ。まあ、ちなみに俺は風邪ひいても気合で集計しますけどね。せっちゃんは忙しいらしいですよね。多分大丈夫だと思うんだけど、なんかすごいイルカ好きみたいになってるけど、なんかなんで水族館になったのか海になったのかも分かんないけど、背景ね、なんかいい案があればもらいたいんですけど。うん、でもどうですか最近ね、暑くなってきたしね。なんか梅雨だって言われてるのに、たまに急に晴れるときって何したらいいか分かんなくなるでしょ。そう湿気がすごいし、でも背景が動画で固定なのってこの番組だけやろ。あ、そうなの。背景が確かに他店さんも見るとなんかあの潜在写真だったり、自分たちが作った画像だったりっていうのをよく見るんだけど、
いつも動画だもんね。イルカさんいくら？ね、イルカさんは20万円かな。タックス入れたら30万円ぐらい。梅雨ってことが雨が降ってる動画。雨が降ってる動画。そんな雨見たら嫌にならないですか？大丈夫ですか？他の番組大抵画像。だから本当に、意思がなさすぎて、俺とはじめさんってのが。で、お任せしたらこれになっちゃったんだけど、それを毎回放送しすぎて安定になっちゃったっていうね。ヘアメナチュラルだね。じゃあ髪を切ったからナチュラルに見えるだけなんですけど、実際結構硬いの。営業が12時半ぐらいで終わるんですけど、11時ぐらいに来てくれた子には、漏れなくヘアメイク崩していいですよサービスをします。イルカによりますよ。イルカの黒があるんだって。でもイルカって黒しかいないよね。まあ、80万円らしいです。すっごいしぶきを上げてるよね。これなんて、ね、しぶき上げてるよね。ちょっとそこのグラス、一個取ってよ。これ今グラスくれたのね、はじめさんなんですよ。ってのは嘘で。やっぱね、かわいいね、かなたくん、つかさくんはね、裏切らずに来てくれるんですよ、こうやって。ね、いいよ。はい。こっち側かな。ビールでいい？じゃあビールがいいっす。ビールさん、カロリーっすか？うん。あ、俺、こっちだと思う。うん。そう、はじめさんが今日、ちょっと体調不良で出ないから、タイムライン更新されてましたよね。そう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 、だから体調不良です。俺はカナタつかさに頼ろうかなと思って。でもね、呼ぶってことはしっかり楽しませてもらわないとね、リスナーさんをね。でもそれってカナタの得意分野かなと思って。まあ、確かに俺人を楽しませるってことに関しては歌舞伎町にいっぱいホストいるけど、つかさ早くおいでよ。お前タコ捨てる場合じゃなくない？おい、つかさおい、つかさ爆弾かお前。ちなみに失礼します。ブレスもルシエルも天休日が、金曜日なんですよ。この間の金曜日は、カナタとどこで飲んだんだっけ。2丁目行きましたね。そう、2丁目に行ってゲイバーで飲んだんですよ。ゲイバーでぶっ潰れて俺が先に帰る、ユージさんを置いて誘っといてユージさんを置いて帰るっていう最悪な、ごめんなさい、100回100回ぐらい言いましたよ。 ねえ、大丈夫大丈夫って言ったら、いや、その大丈夫は許されないやつですって許してもなくもなんでもないんだけどみたいな。本当にごめんね。つかささんイケメン。もうちょっとトイレ来るからさ。まあ、マジですか。そもそも俺の2人でちょっと繋げといてよ。2人のあれになっちゃいますよ、ニコ生。これ、このニコ生、俺のお客さん一人として見てないんだけど、俺のファンが最近増えてたなと思って。つかさ体でかくないって、まあ悪口だよね。まあ簡単に言うとね。まあつかささんイケメンって分かってるけど。最近、かなた何？かなた神？お前俺を信仰しろ。後悔させるぞ。代わりにマネージャー来たでしょ。彼方に期待？うん。誰が囚人やん。誰が囚人？誰にも負けねえから見とけ。総選挙みたいなのがあって、うちのグループでね、1位からバーって10位とかまで出るの、総選挙っていうのがあって、13位だったんだけど。ごめんなさい、10位です。あ、うるせえ、ぶっ殺す。大丈夫、おい、10位です。聞いて、まあまあ、聞いて、見とけ。見とけ、お前ら。いや、それはやっぱあれだよ。やっぱ持ってる。うん。資質。違う資質だよね。違う、俺寝てたから。あ、カラさん、カラさん総選挙やってたら3ヶ月間寝てたから。じゃあどっちがかっこいいと思います？それね、やめて。一番最初に来たお前、一回コメントでどっちがかっこいいか決める。でもお前一回負けたよ。どっちがかっこいい？カナタでしょ。あ、勝った。あ、ちょ、待ておい、ふざけんな。なんてカナタ。先につかさはって来てるから。お、つかさって。3人イケメン、1人女子だけどね。うん、おやめとけ。おやめとけ、やめとけ。そこらへん食い込んでいくな。恒例の一発ギャグしてよ。恒例の一発ギャグ。何恒例の一発ギャグ持ってないんだけど、俺。一発ギャグ。カナさんがいっぱい持ってるじゃないですか。俺いっぱい持ってるよ。足からタッコが生えてきたとかあるよ。もうやばい。それなんか絶対なんかパクったでしょ。パクったら今俺が考えてる。初めて発表した。マジで、ほんとだよ。タイミングで CM。タイミングって何？タイミングでしていいです。つかぽんかなぽんってやっちゃう。つかぽんかなぽんでいいですか、ね。はい、せーの。いきますよ。せーの、つかぽんかなぽん。こんな俺だけど、一生かけてあなたを幸せにします。運命の人と出会うならイオンインク。イオンインク熱いじゃん。
イオンインク。個人名でこれね、個人名はやめよう、うん、そう、え、だからルカスカボンカナポン、え、どうでした、どうでした、かっこよかったですか、スカボンカナポン、スカボンとカナポン、これからちょっと2人でやっぱニクラモを背負っていこうかなと、うん、まあそうなると思う、多分あの顔のかっこよさでビジュアル的にも後ろめっちゃさ水跳ねてない大丈夫、俺かかっちゃわないから俺今魚釣りしていいですか、後ろであ、やばいやばい、いっぱいほら魚いっぱい上がってきてる、3匹上がってるから、ほらほら、捕まえてる捕まえてる、でも捕まえられてお前が捕まえたつもりでいいけど、あ、誰かちょっと俺のいい、ちなみにあと5分したらアンケートを取ろうと思います、お題はどっちがかっこいいか、どっちがかっこいいか、司くん、かなたくん、どっちがかっこいいかをアンケートを取ろうと思うんで、今のうちにアピールをして、今日俺ブスじゃんそうですよね、カメラ寄ってさアピールしてもいいし、すげえブスじゃないですかこの顔、え、まああと5分してやります、まあ、そう、アユみたいな顔してる、何アユ、え、今イルカが映ってます、見た目も中身もイルカ、イルカ見た目と中身どっちみたいなコメント、誰や顔でバカみたいなコメントしてるんだけど、ちょ待って、ちょ待って、全部総合してね、そうそう総合、ボーダーの人イケメンそう、うん、いやお前見る目ねえな、あの顔でかい方どういう意味それは、顔がでかい方、両方ちっちゃいじゃん、あ、分かんない、画面越しで見てくれて、顔のほら、ほら、じゃ待って、ほら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 、カラさんの方が逆にさ、こうこう幅があるというかさ、分かるでしょ、鼻の穴でかい俺言っとくけど、鼻の穴に500円玉入るからねあのこんなもんじゃねえぞこんなもんじゃねえ、多分そう1円ぐらいしか入んないですよ、多分、いやマジ入、ほんとに入るよ、マジ超伸びんだから鼻の穴、おお、ほらやばい、めっちゃブサイクやマジで、で、なんだっけ、ん、え、何やって、かなた生意気だな、うるせえ、700点、700点結構高いな、高いね、満点が、何点満点だ教えて、あ、ちょ、じゃあアピールタイムがいい、アピールタイム、あ、アピールタイムいいっすよ、アピールタイム、うん、アピール俺から行けばいいの、はい、でもかっこよさってさ、アピールするまでもなくさ、見た目でもうかっこいいかどうかなんて分かっちゃうじゃん、さらに何か言った方がいい、そういうお前を、だからあれでしょ、要するにデート行ってお前をつかさほくろついてるよって言われるあの、いや別にほくろは別に悪口じゃないから、うん、でも本当のほくろだから、まだ本当のほくろってなんて、ハエとかだったら結構悪口になる、鼻でかからだって言ったやつ本当に、まだ許せる、司さんギャグ、かなたさんセンス、ギャグセンス高い、かなたと司さんどっちが歌がうまい、俺か、まあ、それは俺ですよ、ね、俺だね、間違いなく俺です、間違いなく俺え、間違いなくかなたなんですか、俺だね、ミッシル、いやいや、ミッシル攻めちゃいます、いや、ミッシル攻めないグレープバイン、グレープバイン、グレープバインを宣伝していこうかなと思って、あー、はぁ、あ、はぁ、あ、はぁ、あ、知っとけよ、何それ、赤西似てるってお前、やばくない、はい、ありがとうございます、いや、赤西仁はやっぱ似てるんですよ、俺にグレープバイン、うん、あいつが俺を真似してきてるのかな、見て、はい、司、おい、誰や、おい、俺が従業員だったら、俺は今、しばきに行くからね、俺も今から行く、俺やっぱ俺の友達である司をちょっと大丈夫、バカにされると、俺も許す、でも俺に投票してほしいから、ちょっとあれだけどね、ちょっと今優しくしてあげる、で、なんだっけ、あ、そう、そろそろ投票始めるから、え、アピールタイム、まだ早いんじゃない投票は、でもアピールタイムしてって、アピールタイムか、するところがないの、何もないよね、言いたいこと、いや、もう全てだから、なんかアピールしてよ、もうこの、もう見て、もう全身、もう今日、ちょっと人殺して、ちょっとね、ちょっと刑務所から逃げ出してきたから、ちょっと、どう、つまんない、もう最低、拾ってくれたってよくない、別に、お前さん、大丈夫、はい、はい、あ、大丈夫です、大丈夫です、大丈夫です、今年、今月の抱負は、今月の抱負、あ、ちなみに、ね、さっき説明したんだけど、ナンバーね、無事ポスター貼られるのが5までしかありません、惜しくも外れてしまったのが司くんです、ナンバー6です、6でした、惜しかったね、で、総選挙ありました、ナンバー10からが大事です、
司くん10位に入りました。かなたくん何位でした？13位でした。13位でした。お互い悔しい思いをしてるんだよね。で、今月の抱負は誰が何と言おうと、そう、まあ、間違いなくオンリーワン、俺がナンバーワンですね。オンリーワン、俺が間違いなくナンバーワン。こっちか、そう、オンリーワン。そこ見ればいいです。こっちか、あっちか。グループで10位でした。オンリーワン、司がグループで10位だった。こっち10位、オンリーワンだよ。で、ちょうど、あの俺6位、3位じゃん。ちょっと3、俺多分3の呪いにかけられてるんでしょうね、俺とか。うん、じゃあ今月頑張っても3位ってこと？どっちかが1位で、いや、そろそろね、時間もなくなってきたってことだよね。最後、大丈夫？いい？アンケート取っちゃうよ。はい、もういっぱいもうやりました。アピールした？はい、やりました。じゃあ、質問をします。アンケート取りたいと思います。どっちがかっこいいかだよね。どっちがかっこいいか、どっちが、司くん、かなたくん、どっちがかっこいいか、うん、ちなみに、ゆずきも入れててください。入れます。うわー、ちょっとね、これ最下位だったら結構。ゆずさん、いや、今人気ないから大丈夫。そう、いや、信じてるよ、皆さんのことを。俺は、いや、司決め台詞ないのって来てるよ。あ、俺あるよ。俺もあります。じゃあいいよ、カナダから行こう。俺が決め台詞いくよ。お前の心を食ってやる。え、はい、司ごめんなさい、ちょっと待って、行こう。あの、ちょっと待ってくださいね。俺、はい、君の瞳にチェックメイクっていう。それ俺が言ってるよ。パクるから、すぐパクる。言おうかなって言ったら、すぐパクる。言おうかなって言ったら、これね、ちょっと楽しみだね。そう、いや、嬉しいですけどね。ゆうさんはなんかアピール頼む。うん、俺大丈夫。あの、いること自体がアピールだから。そういうね、カリスマ。カリスマや。悪魔って来てるよ。悪魔だよ。順番どうなるんだろうね。なんか、ゆずきさん1位、かなさん2位の俺3位になりそうな。いや、多分俺は3位だと期待してる。だって2人がアピールしてる中で俺何もアピールしないで。いや、アピールぶっちりしてなかったっすよ。じゃあ何してたの？そう、なんか聞いてなかった。俺の存在感を与えてましたね。アピールしてた。与えてました。ゆずきビリだったら、ゆずきビリでいいの？あー、それでゆずきさんが1位だったら結構ショックだな。結構それが一番。今日は司かなって言ってるけどさ、今日は日によって変わる。日によって変わる。そんなお前の心は優柔不断だ。今日は司かな。そうそう、明日は、まあ、それだよね。あの、指名、永久指名です。あの、ごめんね、まあ、優しさが全てだから、ね、結果楽しみだね、これね。投票してくれた、優しさが全てだから、ね、したよ、投票したよ。君の瞳にチェックメイト、誰そんなさぶるの。それ俺だから。俺が言いました、君の瞳にチェックメイト。どっちが、チェックメイトの言い方よ。どっちが、俺にして。チェック君の瞳にチェックメイト。じゃあまずセリフが違って、カメラにセリフが違って、君にチェックメイトっていうセリフなんですよ、本当は。やってあげようか、俺が。君にチェックメイト、君にチェックメイト。惚れたよ、今お前の指がここで隠れてるんだ。あ、下向きすぎてここら辺に行ってるから。七瀬ゆずきあたりちょっと示してた。今呼び捨てしましたね、七瀬ゆずき。怖いんだけど。怖い怖い、間違えたね。早く飲んで。あ、すみませんでした。あれ、もう結果出ました？位置取り。じゃあ、お願いします。おい、お願いします。頼む。俺またしょ、え、マジ頼む。あ、え、おりゃ、おりゃ、やったやった、バカやろ。イエーイ、うわー、平和だな、これ。まあ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 、はい、まあ、多分なんですって。はい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 、もう一回言って、もう一回。やっぱチェックメイトの顔じゃない。もう一回見て、もう一回。え、何、何つった、何つった。俺が20、40、司40%、ゆずき 40%、 策略だわ、20%。策略、はい、これ、はい、こと仕組み仕組み仕組み仕組まれた。はいはいはい、嘘つけって。マジかります。みんな、皆さんの言いたいことは分かる。見る目な、皆さんの言いたいことは分かるね。なんかそう、ね、ビビりくる。当たり前の結果だよ。ちょっと、ちょっと、当たり前です。本当に言ってます。これが当たり前です、ね。待って待って、だってカッターってさ、たまに出勤してるかしてないか分からなくない？あ、まあ、存在感、存在感、そうそうそう、存在感ってもない。そっか、まあ、結構さ、カナさんがひどい、ね、結構、まあ、カナさんがもう一人いて、倍体と、まあ、倍体。じゃあ、俺分かった。俺多分もうちょっと従業員に優しくすればいいんだよ。従業員、全てが従業員じゃないの。ちなみに、あと5分あるから、もう1回アンケート取れるけど、カナさんが勝てるやつでも何でもいい。俺が勝てるやつ、じゃあちょっとアンケート1個言っていいですか。いいよ、いいよ、いいよ。この中で一番、メロディーが綺麗そうな人。何、メロディー奏でる。とりあえず意味がわからないけど、奏でるメロディーが綺麗そうな人。とりあえずアンケート取ってもらっていいですか。奏でるメロディーが、奏でるメロディーが、まあ、下ネタとも取れるし、なんとでも取れる、カラオケとも取れるし、うん、セリフとも取れるし、はいはい、カラオケだと取られるとマジでヤバいから。はい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 、じゃあこれ違うでしょ。まあ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 、もう遅い、もう遅い。じゃあなんとなく今選びたい人、
この3人の中でなんとなく今選んだ方がいいのかなって思う人。なんとなく選ばれても嬉しくないけど。そうなんとなく嬉しくない。奏でるメロディーでいいよ、奏でるメロディー時間ないんだから。はいちゃんもお願い、はい、投票して。また40、40、20だったら受けますよね。ほんとそれだったら俺、いろいろ考え直すよ。自分のキャラとかいろいろ考え直すよ、大丈夫。あ、だから、俺、前負けたじゃないですか、カナスさんに、うん。今1対1じゃないですか。いや、違う、今の、うん、そっか。そうですよね。これで、これで決ま、これで決まっちゃう。残り3分ぐらいの時に、ね、待って、歌が上手い人ねって言った、解釈した人。それは違うよ。歌が上手い人だったら、俺は歌が上手い人って言ってるから、メロディーを奏でそうな人っていうのは。奏でくんって言うよ。奏でくんって言われてる。そこはやめて。たまに間違えられるんだ。名前変わったからね。残り3分ぐらいで、どっちが、俺からね、俺から2人にアンケート、はい、どっちがお酒を早く飲めるのかなっていうアンケートを取ろうかなと思ってるんで。お、いいね。で、その考えてる中でね、アンケート投票してください。おい。3年2本持ってきて。おい。なんか顔かっこいいで負けたか。うん、あ、その上結構顔のかっこよさで売ってたつもりだったんですけど、うん、え、これで出ます。うん、では行きます。はい、ん見えない見えない。え、カナダくん、あの、いやいや、お前らの、ごめんなさい、高さ 44.8%、 おい、カナダくん 0%、 おい、 0%、 俺の何が、待って、カナダやばいよ、俺の何が嫌だか全部言え、ここね。しかも、誰一人言えてないっていうことが一番ウケるよね。ちょっと待って、一人ぐらい入れようよ。だって、一人ぐらい入れよう。で、みんな見てんのに。え、一人ぐらい入れてほしいよ。え、従業員も誰も入れてくれてないじゃあ、ちなみに、最後ね、俺からのアンケート。どっちが早く探偵を、この探偵を、今開けたてです。見して。はい。探偵を飲めますか。リスナーさんコメントしてね。俺は、つかさ、よーい、ドン。こぼすのなしだよ。ああ、お腹いっぱいになっちゃった。別にそれで勝ったとこで嬉しくねえし。お前そういう。早く参加して。やばいやばい。まあ1分前だよ。そういうとこだわーで。やっぱそういうとこなのか。え、まだどっちも飲みきんないのなしだよ。あと1分で終わっちゃうよ。つかさ頼むわ。どっちも飲みきんないなしらしいから。ちょっと待って。つかさ頼む。すべてが出てきそう。俺の。ちょ、やばいんだけど。1分以内に飲みきらなかったら2人とも二度と出しません。はいはい。やば、やばいやばい。カナさん。カナさん。カナさん。4月のブレスは始まってるので、これからね、初回だとかね、どうこうね。他店の締め日さん。他店の他店さんの締め日やってます。初回でも、締め日でも何でもお待ちしております。で、あとね。担当さん次第でね、売りかけもできるんでね。あの、じゃんじゃんしてください。ってことで、7月ね、ボーナス入るでしょ。みんな、担当応援して、7月が盛り上がるといいね。最低だ。来週出るかどうかは、あと5秒かかってるから。はいはいはい。また来週お願いします。俺が先に飲みきりました。はい。はい。はい。飲んだの？最低。嘘でしょ。ありました。でもなく溜まり込んだことにすがる何回目の錯覚だ笑っていたろうさっきまで使い込んだ仮面をやめ落下に紛れ込み死んでしまった順序ましてや無情なこの溺れて この番組はご覧のスポンサーの提供でお送りします。君がいる世界を